プロテインはどうですか？いいと思います。プロテインとか、あと卵とかでも構わないんですけれども、皆さんが食事をするときの一食目、タンパク質を多めにするか、もし時間がないんだったら、朝食抜いてプロテインでもいいかもしれないですね。朝食を食べたいって人は。朝ね、一番最初に摂取するというか、最初に人間が摂取する食べ物の、タンパク質量が高ければ高いほど、一日のですね、食欲がですね、減退するんですよ。まあ、要するに食欲が抑えられるんですね。だからダイエットしたい人は、むしろ、もちろんね、カロリーがすげえ高いプロテインを大量に取っちゃったら意味がないんだけれども、現実的な量で糖質がちょっと少なめでカロリー抑えめな感じのプロテインを一食目にですね、取るというのは食欲を抑える方法としても有効です。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。